それでは古時計に入ります。これで一番やりにくかった部分はサビのところ12小節からですが、練習方法としてはその冒頭の部分を特に、1小節くらいを、繰り返しやりまして、それからもう少し範囲を広げてやるというやり方をしました。その後で全体を通してやってみたいと思います。